山沢進む1月5日隊は日本の実業家。山沢名誉会長。2010年局実小受賞章。山形県山形市出身。6人兄弟の三男として生まれる。1952年に東根町に山沢薬局を開業。1962年に山沢を設立し、山形駅前大通りに。 県内初のスーパーマーケットを開業する。以来、多店舗化を進め、山形県を代表するスーパーマーケットチェーンに育て、1994年に株式を店頭を公開した。2007年に代表取締役会長に退く。2019年2月20日、山沢を含む社内取締役9人と社外取締役2人の全員出席で開かれた。 取締役会で山沢の代表権解任の緊急動議が出され山沢を除き賛成9人反対1人で可決され取締役会長となった山沢は代表権解任の理由として高齢により代表取締役として適切な職務遂行の継続が困難な状況にあるためと説明した山沢の代表権解任で山沢の代表権は 娘婿で山形銀行出身の古山俊明社長のみが持つこととなった。翌日、山沢は自身の解任について山形新聞の取材に英語清水ということか突然のことで驚いている。取締役会長として残るのでこれからも経営に関して言うべきことは言うと話した。だが3月25日に開催の取締役会で 取締役からも退任させる方針が決まり、その後の株主総会で名誉会長に退いた。また兼務していた山沢薬品代表取締役会長など関連会社役員も退任した。山沢は取締役退任の理由について正常な経営判断ができないと判断したなどと説明した。2003年から7年間にわたり、 山形商工会議所会頭を務めたほか、2007年に山形大学、山沢進む学金、山形春祭プロジェクトを創設。1000万以上20年間寄付するとしている。2019年6月、新会社、青田健康ランドを設立し、山形市青田にあるの日帰り温泉施設、がゆ温泉保養センターの経営に乗り出した。 日帰り温泉の経営に乗り出した理由について、山沢は温泉は体にいいからと答えている。ありがとうございます。